カット軌道がどうしても直らない。皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田修平です。今日はね、カット軌道について、視聴者さん皆さんね、どうでしょう、カット軌道になってる人多くないですか。視聴者さんの僕練習してて、目に浮かぶのがクラブがこう、あっ外から入るね、どうしても外から入るという方、このね理由があるんで、それを今日は、苦手な人、カット軌道になっちゃう人の特徴3選、そこからですね、解決方法まで解説していきたいと思います。でまず1つ目、カット軌道になる方の特徴として、一番僕がすぐ直さなきゃいけないと思うのはオープンフェイスなんですよ。オープンフェイス、これどういうことかというと、バックスイングのトップでペロッとこう手首が折れて、クラブのフェースが見てペロッとこうね開いちゃうね、手首が折れちゃう。これを直したい。オープンフェースっていうのはクラブフェース開くから、外からじゃないと捕まらなくなってくるんですよ。要するにオープンフェースでインサイドから入れるとボールは右しか行かないでしょ。だからどうしてもオープンフェースの人ってインサイドから入れたくなくなってくるんですよ。外からじゃないと、例えばこういう風になってる状態ぐらいね、開いてる状態で内側側に上げちゃうと、これだとほら右にしか行かないから、だからこう開いてる人っていうのはこっち側からこうやってまっすぐ打ちたくなるんで、だからそこがまあ根本的な原因になってくるので、グリップがめちゃめちゃウィークグリップになってる人、手がこっち側に握っちゃってる人ね、こっち側に握る人っていうのは開きやすいんですよ、当たり前だよね。なので初めから閉じたところから握ってあげるんですよ。それから元に戻すと、ほらちょっと手のひらがこういうふうになるでしょ。こうやって握るとクラブフェースの向きっていうのは開きにくいから、この初めからもう開いた状態に握っとけば、もうこれ開きようないでしょ。開きようないところで握ると開かないから、クラブフェースが閉じやすくなるんで、閉じるとインサイドから入りやすくなるんですよ。初めからクラブフェースの向きを修正していくっていうのがめちゃめちゃ大事になってくる。そのためにはグリップの修正ですね。どうしても開いてしょうがないっていう人はそういう風にしていくと。簡単なんですよ。で皆さん、視聴者さんが考えてる簡単じゃないよ。でこれね、簡単にどうやってやるかって言って、視聴者さん目線でやってみるよ。開いてんだから閉じればいいんでしょ、わかりましたこうやってね、鬼のように手首を折るの、逆側にね、したらフェース開かないでしょ。でこれやってもうまくならないから、これやめてください。これじゃないんですよ。何かっていうと、まず手首を使わないっていう練習から始めなきゃいけないので、まずグリップをした時に誰にでも当てはまるのは、ここで挟んでください、ボールをね。これで軽くハーフスイングしてください。これで治ります。これをするとバックスイングの量が少なくなるんで、誰でもアウトサイドインは治ります。落ちるとこうなっちゃうね。でこれをちゃんと繰り返しやっていくと、自分のクラブのポジションって分かりますから、あここだと、ほらこうクラブが内側から入ってくる、自然に入ってくるから、ね、だから結果的にクラブフェースの向きっていうのはこうやってコントロールできるわけなのに、もう元々手首見つかってペコってなってる人に対して無理やりグッてやっても、ダメなものに対してダメなものをくっつけるから、もうめちゃめちゃになっちゃうわけですよね。もともとはそんなに手首を動かさないっていうふうに考えていくということが1つ。2つ目が右手の使いすぎです。もう
右手をどうしてもこう使っていくっていうスイングで、ね、こういうふうに右手で叩きにいっちゃう人ね。これはね、右手と左手 の使い方を変えなきゃダメ。でどういうイメージかというと、下から上に左手で振る、こういうふうに覚えてください。右手で打っちゃうと、ここから上から下になっちゃうんですよ。右手っていうのはバックスイングすると高い位置なんですね。トップで右肘低い人っていないんですよ。高いね、高いところから下ろすと、ほらこういうふうに外から入ってるね。でに対して左手はどうかっていうと、もちろん高いんだけれども、下がって上がるのが左手なんですよ。左手は上げる方向に向かうんですよね。右手は下がる方、上がる方っていうことで、こういうふうに上がる方の意識を持つんですよ。下がる方のイメージっていうのはアウトサイドになりやすいんで、上げる方をイメージする。見ててください。上げる方やりますよ。ほら、上げるとヘッドで下がるでしょ。だからヘッドが下げたければ、ヘッドが上げたければ手が下がるでしょ。これがアウトサイドにね、ヘッドが下げたければ手元を上げるんですよ。そうすると上げる方向になるんで、インサイドアウトになりやすいってことね。つまり左手で振るってこと、まあ、難しく考えるとこうなんだけど、左手一本でこうやって練習してください。左手一本で、右手の使いすぎの直し方はね、これちょっと難しいっていう人は、小さくていいからクロスハンドグリップで小さく握ってスイングしてください。これでアウトサイドイン直ります、簡単に。なんでかっていうと、こうやってアウトサイドインになると空振りしちゃうから。左手が前にある状態、クロスハンドね。ほら、インサイドが入るでしょ。で、あと上に抜けていけばいいわけ。そうすると、カット軌道が直る、ね。これがクロスハンドグリップ、ね、グリップの直し方。右手が使い方をこれで封じるってことね、はい。じゃあ3つ目、3つ目は左肘の使い方の勘違い。よく左脇って締めれって言いますよね。これをね、どうするかというとね、締めようとする、間違いじゃないんですよ。ただトップからいきますよ、締めますよ。ほら、ここで締めちゃうと外から入っちゃうわけ、ね。締めるところはどこかっていうと、インパクトのところで締まるってことね。ここで締まることが重要だから、インパクトの前で締めちゃうとダメなんだ、ね。インパクトの前のところで、ここで相手はインパクトの前のところでは空いてるってこと。空いてるとクラブはほら下がるでしょ。でそこからインパクトで締めていくっていうところが重要になってくるんで、これ練習方法は構えてバックスイングした時はこうダウンスイングでこうで、フォロースルーで締まる。この 3つの展開から考える。皆さん2つの展開で考えちゃうわけ。バックスイングでフォローで、そうするとバックスイングで開く、フォローで閉じるなっちゃうわけ。するとバックスイングで開く、フォローで閉じるになるとアウトサイドになっちゃうね。で僕は 3つの展開ですよ。バックスイングはこう切り返しでこう、フォローでこう、脇が締まるし、このダウンスイングのこの部分があるんで、クラブがインサイドに入る、カット軌道にならないわけ。こういうふうになるわけね。もう一回やってみます。バックスイングでこう、ダウンスイングでこうで開いて、でインパクトで閉じる。そうするとこの部分がインサイドになる。こういうインサイドの動きが作れるわけ。だからバックスイングで何をしなきゃいけないかというと、体幹からリードして手を逆方向に、ハンドルを右に切る。これが今日のポイントですね。右に切って切り返して左に切る、右に切って左に切る、この時間を作った後に左脇を締める。最後に左脇を締めるっていうのが大事で、バックスイングでハンドルを右に切ってダウンスイングで左に切る、これがカット軌道になる。ほら、こうやって動くでしょ。これアウトサイドイン。インサイドアウトはインサイドに入ってこう、こういう動作になるわけで、8の字みたいになるでしょ。これが分かるとカット軌道が自然にこう直るでしょ。
これがこれでアウトサイドになっちゃうんで、ここら辺の違いが出てくるってことですね。はい、3つのポイント同じ。こうやってやらないと上手にならない。そう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 、だからなんか逆なんだよね。でみんなこうやりたいんでしょ。それがこうなってからこうだから、単純にやってうまくいくなら僕らの仕事ないんですよ、うん、でそれを連呼して連呼して連呼しても連呼してもうまくいかないから、じゃあそこからちょっと視点を変えるんですよ。視点を変えてそこからまた基本に戻ればいいのね。だ僕は実際基本なんだよ。バックスイングはまっすぐ上げるべし、ね、トップでは左腕は伸びてるべしとかね。だけどそういうのできないんだったら、できないなりな動きとして解決方法を僕は、話したいんだけど、でもこれ、まあ、難しいけど、そう、そう、頑張ってください。はい、視聴者さんもちょっと頑張ってね、はい、やってみてください。ちょっとこれ3つ、まとめてちょっとやってみますね。まず1つ目が、ここのグリップですね。手元をあまり使わない。もしくはどうしてもうまくいかない人はグリップを変えてあげるだけ。はい。ね。で2つ目が右手の使いすぎ、左手の動きを作る。右は上、左は下から上ね。右手は上から下、左手は下から上なんでね。で3つ目が左脇の締める時間が早すぎる人ね。少し空いてる時間を作るということ、この3つです。ちょっとやってみますね。そんな3つ一気にやってんのかって、そんなことはないんだよ。自然になるんだよ。でも一応それをつじつま合わせてこうなってるって、めちゃめちゃ練習してるんだよ。例えば一つ目の動作ね、一つ目のオープンフェイスね、オープンフェイスになってるわけじゃん。だなんないようにこう自分でちょっと調整しながら、ああインから入ったとか、あフェイス閉じてると、ね、あグリップこうだったとかやりながら、でやりながらまた打てばいいわけだし、まあ、全部できちゃってるから、あとはもう僕らはねただ単に打つだけなんですけど、できてない人はそこを確認すればいいだけね。でもうあとは何も考えてはいないです、実際僕は、ね。ということで今日はカット軌道になる人3つの特徴というか、そこからどう直すべきかをちょっとお話してみたので、ぜひですね、私なってないよっていう人意外になってますから、丁寧に練習してみてください。この動画見るだけでかなり変わりますからね。はい、ということでこのチャンネルでは私の、20数年僕レッスン歴なんですよ、歴の中の、経験をすべて、YouTube に解説してるんでね、ぜひともねヒント知りたい人は YouTube 見てください。チャンネル登録するとね、僕が何千って作った動画が見れますから、毎日1日1膳1個ずつ見てったら、2000日暇つぶしになるから、暇つぶしじゃないけど、ね、なるから、ぜひ見てください。チャンネル登録してね、あと、コメント高評価よろしくお願いします。あとオンラインサロンでは、毎朝ですね音声配信、ラジオ放送やってますからね、自分のゴルフの感覚、皆さんのね YouTube では言っていないようなね結構、激アツポイントの解説してるから、ぜひですねオンラインサロン参加してください。ライトプラン7日間無料だからね。はい、それでは今日はこのようにおります。ただ動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。